私の通う学校は海沿いにある。海沿いにはいろいろな人が集まる。午後3時きっかりにおじさんはやってくる。ブクロアストビーチ。こちらパズナコミッツァ。挨拶がロシア語なのは第二次世界大戦中ロシアに収容されていたかららしい。他に英語、ドイツ語、フランス語が話せるみたいだ。おじさんはここでご飯を食べながらロシア語を教えてくれる。俺に過去はない。過去はロシアしかないが、ロシアでの話は悲しくなるから聞かないでちょうだい。スローバー、スーリブロー、マルチアニエ、ゾーラタ。ちょっと街に行こうか。ここいいでしょ。バカ男連れてきなよ。おじさんの中で私にはとてもバカな彼氏がいるという設定になっている。北九州のね、紫川のあたりもこんな感じなんですよ。おじさんは8歳まではロシアに住んでいた説と北九州に住んでいた説がある。その後東京に移り住み横浜に来て20年くらい経つらしい。ちょうど去年の今頃ね、そこのストリップ小屋の子がこの川を流れてるのを見たよ。かわいそうに。その後あっちの海で発見されたみたいだけどね。川沿いを抜けると大人のロマンあふれる繁華街伊勢崎モールに入る。このホテルの Wi-Fi は便利なんだよ。夜？おじさんはホテルで新聞を読み、1万円で買ったという台湾製のスマホを取り出す。電話料金は払っていないが、町中のフリー Wi-Fi の場所を知っていて、ここら辺だとこのホテルと象の花公園がいいらしい。 LINE っていいよね。絵だけでさ、会話するのとかめんどくさいじゃん。 Instagram ってやってる？やったら？俺はさ、やめちゃったんだよ。登録しなさいって言ってくるから。Facebook ユーザーが10億人で、LINE ユーザーは半年で4億人になったっていうんだから、Google も焦ってるんじゃない？おじさんは SNS の話題が好きだ。フリー Wi-Fi を使って世界中のニュースを読む。プラウダルっていうのがロシアのニュースだよ。読むといいよ。開いてみると、見慣れない書体で書かれたニュースサイトだ。全然読めない。読めるよ。よーく見てごらん。ロシア語はよーく見てると英語になるから。ドイツ語と一緒ですよ。これからまだまだたくさん歩くから、ここのトイレ行っときましょう。女子トイレはかなり混雑している。疲れたので飽きていなくなってたらいいなぁなんて思いながらトイレを出ると、おじさんが本当にいない。 What the car? スノーバーストレッチです。さあ行こっか。あら久しぶりだね。元気？最近この犬が死んだのよ。一回死んだんだけど生き返って、そうしたら性格が変わったのよ。おじさんの話によると、あれは子犬に見えるが、実は10年以上前から飼っている老犬で、どちらが先に死ぬか見とれるかといった感じだそうだ。いいでしょう。のんびりしないと何もわからないよ。何もさしなくていいんだよ。俺はね、何もしないよ。いきなり酒を勧め出すおじさん。ホテル行きたい？と聞いてくるおじさん。スポーツドリンクにウイスキーを入れて持ち歩いているおじさん。いつ開けたかわからないブラジルで買ったというバナナ味のクッキーをくれるおじさん。拾った銀杏をスーパーの電子レンジで温めて食べるおじさん。決して目を合わせないおじさん。賑やかな伊勢崎モールを出ると、最初の交差点で右に曲がり、立ちこぎで去っていく。それじゃあ明日もあそこにいますから、ダスミダーニア。おじさんは明日もいる。午後3時に日当たりのいい海辺で、明日も誰かにロシア語を教える。